どうも、いつもご視聴ありがとうございます。藤谷トレインモータースです。そして、話題のダイハツオーナーでもある藤谷です。すいません。ちょっとケーブルが。えー、まあ、ちょっとこの壁にケーブルを這わせてるんですけど、まあ、それがなんかずり落ちてきました。うん、僕が滑ったからかもしれません。それはさておき、例のダイハツの不正の 事件に関して、えー、また続報が入ってきたので、また緊急雑談という形で、えー、お伝えさせていただきたいと思います。まあ、最近ちょっと雑談が多いんですけど、まあ、そして、最近ちょっとダイハツ専門チャンネルみたいになりつつあるんですが、あの、決してそんなことはございませんので、あの、車、バイク、そして鉄道と乗り物全般を扱うというコンセプトのもと、えー、やってるチャンネルですので、まあ、これもあくまで、あの、ネタの一つとして、えー、参考までというか、まあ、僕のヨタ話として、 ご覧いただければ幸いでございます。あちなみに、あの次の動画は、ダイハツネタではない動画を作ってますので、そちらもぜひご覧ください。ちなみにバイクの動画と鉄道の動画を、えー、今作ってます。えー、それでダイハツの不正に関しまして、ダイハツからついにですね、リコールの発表がありました。リコール、何かというと、えー、キャストとピクシス・ジョイという2車種について、 ダイハツが製造しているこの2車種についてリコールが発せられました。32万台リコールということで、なかなかの台数になりましたね。まあ2車種って言っても、これどっちもあのダイハツが作ってる車で、まあ、ダイハツが売ってるものはキャスト、トヨタに OEM してるものはピクシスジョイという名前で出してたので、まあ実際には1車種と言ってもいいかと思います。まあ、これタウンエースの件もそうですね。型式して取り消しになったタウンエースも、 タウンエース、えー、なんだっけ。グランマックス。ダイハツはグランマックス。トヨタはタウンエース。松田、ボーンゴーって形で3車種。OEM になってたんですけど。で、このキャスト。まあ、あの、便宜上もキャストって言いますけど、このキャストの不具合、どんなものだったかっていうと、えー、衝突時にドアロックが、えー、本来は衝突時はドアロックが解除されるのが、あの、普通の設定らしいんですね。 まあ安全のためだと思うんですよね。外から救出しやすくするように、えー、事故った、事故ったたの人を救出しやすくするように、衝突したときは、ドアが勝手に開くように、あのドアのロックが勝手に解錠するように作られているのが普通らしいんですけど、このキャストに関しては、えー、その自動でロックが解錠にならないっていう不具合が起きていたということです、すそのままちょっと記事を見ますと、えー、不具合は、 運転席ドアにおいて、側面衝突時のドアロックの作動に関する検証が不十分であったため、衝突時にパワードアロック、要するにこれ、ドアロックですね。ドアロックが作動し、すべてのドアが施錠されることがあり、乗員の救出に時間を要する恐れがあるというもの。まあ、そうですね。ドアが閉まっちゃうと、外から助け出そうにも、ドアが開かないということにもなりかねないということで、リコールになったと。ダイハツとしては、このドアロックを 交換することでリコール、対応するということです。でこのキャストね、なかなかあの、評判は良かったようなんですけど、形もなんか,か可愛くてね、割と女性からも人気あったりもしたみたいなんですけど、まあ、そもそもこれ、2023年の6月だったかなそのぐらいにもう生産中止になってるんですよね。まあ、このダイハツキャストって、結構制作期間が長かったんですよね。まあ、要はロングライフモデルだったってことですね。 2015年8月から2023年6月までに製造された車が今回のリコール対象ということだそうです。もう一つニュースとしては、ダイハツが例の国土交通省からの型式指定の取り消しに対しての聴聞という手続きがあるんですけども、その聴聞を欠席したと、まあ、欠席するということを表明したというニュースが入っています。 この聴聞ってどういうことかっていうと、すごい簡単に言うと、この片敷指定っていう取り消し、まあこれ行政処分なんですけど、国土交通省からの片敷指定取り消しという行政処分に対して、国土交通省側が何か異論があるんだったら、この聴聞っていうこの場を設けるから、そこで、あの、異論があれば行ってくださいと。えー、そういう場になります。だかダイハツとしては、あの、すでに意見はありませんと。まあ、要は異論はありませんっていう処分に対して、 え、弊社としては異論はありませんと。意見陳述書っていうのを提出してるんですね。なんで、この弔問はもう欠席いたしますと。いうふうに国交省に申し入れたということでございます。まあ、ダイハツとしても、型式指定の取り消しはもう受けるということが、まあ、これでほぼほぼ決定したんだろうと思います。まあ、基本的に行政処分って何でもね、一応あの、異議申し立て的なことができるんで、まあ、この弔問っていうのも多分それに関するものだとは思うんですね。た、まあ、だ、今回の不正でね、本当あの、ムーブ。 あの、トールワーゴンのムーブが新型を出す予定だったみたいなんですよね。おそらく秋ぐらいだったと思うんですけど、まあ、今年の秋ぐらいに出る予定だったムーブも、残念ながら今回の一件で凍結っていうような形になるみたいですね。まあ、それもちょっとニュースになってましたけども、まあ、楽しみにしてた人もね、いっぱいいたと思うんですよね。ダイハツユーザーの方とかね、ずっとムーブに乗らせた方とかは。自分が乗ってるミラーイースもそろそろ 三代目が出るんじゃないかっていう話はなんか出てたんで、自分もちょっと楽しみにはしてたんですけどね。まずはね、既存の車種を生産再開できるかっていうところが問題だと思うんで、そこをクリアした後におそらく新型のリリースって話が初めて出てくるんじゃないかななんて、まあちょっとあくまで僕の勝手な予想ですけども、思ってます。おそらくそっちの方が緊急性が高いんじゃないかと思うんでね。ただね、あの、プロボックス。まあ、プロボックスもちょっとダイハツの今回の不正を受けて、 生産中止になってたんですけども、一応生産停止処置は解除されたというふうなニュースが入っています、えー。読売新聞さんの記事ですが、ダイハツ工業が認証試験の不正問題を受けて停止中の京都工場の生産を2月中旬にも一部再開する方向で準備を進めていることが分かった。対象は国土交通省が出荷停止の指示を解除した2車種。これは、あれですね、プロボックスとマツダへの OEM であるファミリア版。この2車種について、まあ、国土交通省が一応出荷停止の指示を解除したということで、23日には部品の仕入れ先を対象にした説明を開くなどして、調整を本格化している。まあ、一応生産再開のメドが立ちそうであるというようなニュースですね。プロボックスってもちろんトヨタのね、あのトヨタ向けに生産している車種、ダイハツってトヨタから OEM だけじゃなくて、 トヨタから生産委託されて作ってるっていうこともやってるので、まあ、それがプロボックスだったと。プロボックスね、自分一回乗ったことあるんですけど、なかなか早いんですよね。まあ、車体が軽いっていうのもあるんですけど、足回りも硬くて、ちょっと一回会社の車の、ね、台車で来たんですけど、また乗りたいなっていうか、会社にあの、これ買ってよって言ったんですけどね、まあ、却下されましたけどね、うん。最近はね、このプロボックスってキャンプ仕様にして、色塗り替えたりして乗ってる方もね、ちょいちょい見るんですね。 キャンプ場に行くと、なぜかプロボックスをよく見るんですよ。結構かっこいい改造されてたりするんですよね。オールペンして、あの車庫をちょっと上げたりとかして、で、黒のね、鉄地のタイ剥がしたり、あの、オフロードっぽいゴツゴツのタイ剥がしたりとかして。まあ、あの、いろいろ趣味に使える車だとは思うんですけど、まあ、前の動画でも言いましたけど、あの、納期に追われたね、会社員が高速の追い越し車線をぶっ飛ばしてるようなイメージのある車種ですが、 そのプロボックスが、えー、ただこれちょっと僕も驚いたんですけど、2022年度の生産は、えー、合計5万7000台で国内生産の約6%を占める、なかなかの稼ぎ頭だったんですね。まあ使ってる会社多いですからね、プロボックスってめちゃくちゃ。関係者によると、プロボックスやファミリア版のような商用車は代替できる車種が限られており、供給先のトヨタやマツダから生産再開の要望が強いという。まあやっぱそうなんですよね。 トヨタとかマツダからも、もう、他に変えられる車種ないから早く生産してくれと、そういう要望が強く来てたんだと思います。まあ、プロボックスってね、このクラスではもう実質一人勝ちって言っていい状態ですからね。まあ一応、競合車種に日産の AD 版っていうのがあるんですけど、まあ正直、販売台数はもう圧倒的に、あの、桁違いの差をつけられてるんで、で、前はね、ファミリア版って、あの、マツダのファミリア版って、 AD1 の OEM だったんですけど、いつの間にね、あのプロボックスの OEM に変わってたんですよね。あと、ボンゴもね、ボンゴを前は自社で作ってたんですけど、松田がね、今はいつの間にかこっちもタウンエースの OEM に変わってましたし、まあ、ある意味、松田もちょっと、運悪くというか、今回の不正の煽りを受けてしまったというところですかね。それではちょっとばーっと語りましたが、まあ、また新たなニュースがどんどん、 これからも入ってくると思うので、また大きな情報が入ってきたときは、私もこうしてちょっと発信させていただこうと思います。まあ、このチャンネルもね、おかげさまで今登録者数が450人を超えてまして、本当にありがとうございます。500人までもう少しというところで、まあ、私もあ、もちろん目標は収益化のラインの1000人なんですけど、500人というのはまあ中間目標に設定してたんで、まあ、もう一頑張りして、なんとか 1>, 1月、1月は厳しいかな。でも、せめて2月中にはね、なんとか500人のところに達したいと思ってますので、やっぱりそういう目標が、ね、あ,るあるとね、あの、私も頑張れますし、そして何より登録してくださったり、こうやってご視聴してくださってる皆様のおかげで、本当にあの、頑張ろうって気になってますので、引き続きご引きのほどよろしくお願い申し上げます。あ、ちなみにチャンネルのロゴをね、ちょっと新しくしてみました。 ずっとね、作ろう作ろうと思ってたんですけど、ずっと放置してて、作ってるうちに気づいたら夜の2時とかになって、もう今日の仕事眠くて眠くてしょうがなかったです。というところで、あの、今回もまたご視聴ありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いいたします。